やってきました。二戸市って言ったら岩切り場のすごいのが見えて、ここって石工職人たち、まあフリーメイソン、その人たちもいっぱいいるなっていうのが分かりました。で、名称男神岩、女神岩、鳥越山、馬仙橋で有名だって書いてあります。ここから、まあ、よく見えるっていうので、岩手県立自然公園書いてありますね。ちょっと暗いか、はい、じゃあ見えるかな、こういうふうに雨が降ってますからね。まあただすごい石切り場が見えたから、煙ってますね。二戸新幹線も止まるみたいな感じですね。こんな小さな町って言ったらこれがあけど、だからなんか力があるっていうか、ちょうどここが屋根になってるからいいか。あ、これね、あはー、ここか。すごい間近に見えるんだ。もう上だもんね。そんなに上がってないんだけど、雲が下から湧き立っている。仏法僧泣いてるな。珍しいな。こっちの方は、すごかった。説明が全然見えないね。
かんないな。九戸町とか、なんだろうな。うん？女。あ、これは女性なんだ。だから、これは女性の岩？女の。ああそうそう、だから石切り場、あんな風にもう、だから石工の人たちがたくさんいる町でもあるっていうことですね。駒ヶ峰はもっと向こう側ですね。そこが歌手情報寺で、あ、また泣いてる。うっぽうそうかな。おお、結構すごい風景だね。雲が下から湧き出てるんだ。ここがカシオペア連峰、二戸中心になっている二戸町、隠れキリシタンでもあり、フリーメイソンでもあり、それと歴史から隠された町、アテルイ、エミシの国ですね。だから幕府っていうか中央政府に対して常にまあ恨みを持つっていうか、特に九戸の人、そういう感じです。はい、じゃあ終わろうか。